3分で皆さんの興味をもがみもがさんに向けるチャレンジです。皆さん推しのいる生活を送っていますか？他の動画でも話しているんですが、推しがいると SNS の更新通知にワクワクしたり、グッズを集めて満足感を感じたりと生活に潤いが生まれますよね。事実、推しにときめくことでストレスが軽減されたり集中力が増す、いわゆる幸福ホルモンが脳内で分泌されるそうです。ということで今回は皆さんの生活に潤いを生むかもしれない人物、もがみもがさんについて話をしていきます。今日話す内容は3つ。1つ目はもがみもがさんのご紹介、2つ目は彼女の推しポイントである歌声について、3つ目は同じく彼女の推しポイントである勇気ある言動についてです。この動画を見て彼女の魅力が伝わり興味を持ってもらえたら嬉しいです。1つ目のお話、もがみもがさんのご紹介。彼女は日本のアイドルグループ電波組インクに所属していた元アイドルで、現在はモデルなどで活動しています。アイドル時代に出版した写真集は1万部売れれば成功と言われる写真集業界で、発売1週目でその1万部を超える大ヒット。アイドル活動以外にも注目を集めていました。電波組インクは知らなくても、もがみもがは知っているっていう人結構多かったイメージです。2つ目の話は彼女の推しポイントである歌声についてです。彼女は彼女自身も認めていますが、歌が決して上手というわけではありません。しかし頑張ってうまく歌おうという気持ちが強く伝わってきて、その姿はとても魅力的です。皆さんはアンダードック効果というものはご存知でしょうか？アメリカで発見された現象で、一生懸命に取り組む人は結果がうまくいかなくても魅力的に映るという現象らしいです。一生懸命に歌う彼女が魅力的なのはこの現象によるものではないでしょうか。3つ目の話は同じく彼女の推しポイントである勇気ある言動についてです。彼女は自身がバイセクシャルであることを告白したり、うつ病であることを告白したりと、勇気ある告白が話題になっています。これらの告白には勇気をもらいました、気持ちが軽くなりましたなどの声が寄せられました。僕もアイドル好きとかっていうのを周りに言えない時期っていうのがありました。問題の大きさとかは全然違いますけど、周りに何か告白するっていう恐怖はわかるし、それができる彼女の勇気は本当に尊敬します。何か生きづらさを感じている人は彼女の姿を見て勇気をもらってみてはいかがでしょうか。ということで今回はもがみもがさんについて、もがみもがさんのご紹介、彼女の推しポイントである歌声と勇気ある言動について話をしてきました。今回の話で彼女の魅力が伝わり興味を持ってもらえたら嬉しいです。また先ほど話した歌声を聞いてみたいという場合は、オレンジリウムという楽曲の落ちサビ部分が僕のおすすめです。概要欄に公式が上げた動画のリンクを貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。以上、もがみもがさんについてでした。この動画が少しでもいいと思ったらチャンネル登録